ビルシュルメールは、フランス、プロヴァンス・アルプ・コート・ダ・ジュール地域圏、アルプ・マリティーム圏のコミューン、コート・ダ・ジュールにあるバカンスなどの保養地である。現在のビルシュルメール、周辺のボーリュー・シュルメール、サンジャンイコールカップイコールフェラでは、戦士時代より人が定住していた。リグーリア人は、周辺一帯の丘陵に、農業の共同体を形成した。古代ギリシャ人と古代ローマ人は、 西地中海にあるギリシャ植民地へ向かう途中の停泊港として天然の港を利用した。ユリウスカエサルによりガリア人が征服された後、ローマ人はローマ街道であるアウレリア街道を建設した。これがモントリボの定住地を通過していた。カロリング町が衰退するとビルフランシュの周辺はロタリンギアの一部となり、後にはプロヴァンス博の領土となった。 1295年、アンジュ家のナポリオ・カルロ2世は同時に、プロヴァンス博でもあり、彼は、モントリボの住民を誘い出し、海賊から、海岸部を守るために、彼らを海岸に近接して住まわせた。特権により、ビル・フランシュは、自由公となり、税特権と、公安手数料等を免除され、これが18世紀まで続いた。1388年から、東プロヴァンスは、 後継者のないナポリ城をバンナの死後に決勝権が紛糾した結果、サボイア公国のものとなった。続く400年間、この地域はニース伯領として知られ、神聖ローマ帝国と同盟したサボイア、そしてフランスとの間で貴族が争われた。1543年、バルバロスハイレッディンの軍がニースを包囲した後、略奪した。 気瓶のサボイア港、エマヌエレ・フィリベルトは、印象的な砦と、モンタルバンの砦とを建設した。17世紀終わりに、一帯は、フランスのものとなったが、ユトレヒト条約の後、サボイアへ返された。モンタルバン砦18世紀、近隣のニースに、新たな港が建設されたことから、ビル・フランシュは、海事の重要性を失った。しかし、海軍基地は残っていた。 1744年、コンティコー、ルイ・フランソワ一世指揮下のフランス・スペイン合同軍は、ビラフランカの戦いにおいて、サルデーニャ王、カルロエマヌエーレ三世の大軍を打ち破った。1793年、フランスが再び、ビルフランジュを占領し、フランス第一訂正下では、ニース県の一部であった。ウィーン会議によって、後、サルデーニャ王国へ返還された。 1860年、リソルジメントの結果住民投票が行われ、フランスにビル・フランシュは帰属することとなった。19世紀終わりからビル・フランシュには重要なロシア帝国海軍基地が置かれ、ロシア人は古い隔離病院に海洋学研究所を設置した。また、ビル・フランシュはベルギー王レオポルド2世などの王族、ベアトリス・ド・ロトシルドなど、 浮遊海キューラの飛行地でもあった。第一次世界大戦後、アメリカ合衆国海軍が根拠地を置き、1948年から1966年まで、ビル・フランシュは第六艦隊の母校となった。現在も艦船が停泊することがある。1980年からビル・フランシュはクルーズ客船の寄港地として知られるようになり、フランスでも重要な港となっている。 ビルフランシュへ入港するクルーズ客船ビルシュルメールはニースのおよそ 6km 東にありモンボロン、モンタルバン、モンビネグリエラの産地に遮られているモナコの南西 10km 地点にあるビルフランシュの湾は地中海にある港湾の中でも有数の深さがある天然港であるニース岬とフェラ岬の間は 水深95メートルに達し、大型船舶の安全な停泊地を提供している。南へ向かって500メートルの深海が続く。ビルフランシュの市街限度は、湾を囲む丘陵へ向かって伸びる。モンイコールルーズでは、海抜520メートルとなり、海へ向かって山がそそり立っている。三つのコルニシュ、または、ニースからイタリアへと向かう、主要道は、 ビルフラニシュを通過する。海岸や、周辺の丘陵の壮大な眺めが楽しめる。港湾地中海を見下ろすテラスのような丘の上に、ビルフラニシュはある。旧市街は、曲がりくねった石畳の工事と、自動車の乗り入れが制限された路地とで込み入った、迷宮のようである。プロムナードとマリニエールが、湾の北側を仕切る、海岸通り沿いに伸びる。 どっしりとした壁で覆われた鳥は海へせり出した一角にあり、1557年にサボヤ港エマヌエレ・フィリベルトによって建設された。現在、昔の要塞群は、視聴者、コンベンションセンター、3つの美術館、そして屋外劇場などが入っている。旧市街の心臓部には、サンミシェル教会が1750年代にイタリアバロック様式で建てられた。 元は、さらに小んまりとした14世紀初頭建設の教会であった。教会は、多種多様な芸術作品を所蔵している。大理石製の主祭壇上にある有名な巨大な聖ミカエルの絵画、18世紀に作られた、等身大のキリスト像彫刻、多彩式の木製セ聖ロック像である。オルガンは1790年にグリンダ兄弟によって作られた。 これは、現在も使用しているものの中では、ニース地方最古のものの一つである。1990年、教会の建物が、フランス歴史遺産に登録された。ビルフランシュを囲む丘陵。背景には、モンイコール・ルーズ・サンピエール・礼拝堂も、14世紀に、遡る、建造物である。19世紀全体と20世紀初頭の一時期には、 地元漁師の網を売る店舗と設備として使われ、1957年に、礼拝堂として復活した。ジャン国棟が描いた、成人の一生と漁師の生活を描いた有名な、壁画がある。街を囲む丘の上には、モンタルバントリデが、近郊に超高級別装置である、サンジャンイコールカップイコールフェラ、そして、リグーリア海岸と距離が等しい、コートダジュール東海岸の、 絶景の眺めを提供する。サンミシェル高原から西のニースのプロムナードド、アングレ、アンティーブの岬、さらに40キロメートル離れたエストレル岬へ向かって眺めが広がる。晴れた冬の日にはコルシカ島の山並みが見えることもある。旧市街と砂浜穏やかな気候、砂浜、そして旧市街の雰囲気が ビルシュルメールを人気のある高級観光地により、その価値を反映し、不動産価格も特に資産層のみが購入可能なレベルである。ビッラ・レオポルダ、ラ・バスティド、ビッラ・シッファノイア、カスト・カンソン・ド・ラ・メール、トメーヌ・デュ・カステルなど、素晴らしい建物は、富裕層の一握りの別荘の一例であり、目を見張るように美しい湾を囲む豪奢なものである。過去世紀前半には、 ビルシュルメールには、小説家、キャサリン・マンスフィールド、ジャンコクトーオルダス・ハクスリーが、近くのフェラミサキには、サマセット・モームの邸宅があった。今日ソウル・アールビー歌手、ディナ・ターナーといったセレブリティが自宅を置き、ザ・ローリング・ストーンズは、1972年発表のアルバム、メイン・ストリートのならず者を、ギタリストのキース・リチャーズとアニタ・パレンバーグの自宅であった。 ビラメルことでレコーディングした旧市街とワンは映画制作者が自然のロケーションセットとして多く用いた。など、数多くの映画、ビデオクリップ、コマーシャルが撮影されている。ありがとうございます。